コップに牛乳、お皿にサラダ。よいしょ。今日ね、ちょっと私事で大変申し訳ないんですけども、ちょっとやってみたいことがあって、というのは、ワイヤレスマイク、このオーディオテクニカの ATW1701-L っていうワイヤレスピンマイクのこのセットをですね、まあ、だいぶ前、ちょっと前、だいぶもう1年わかんないですけど、前に買って、まあもちろん使いたくて買ったんですけど、私の知識と経験ではですね、ちょっと使いこなすことができてなくて、なんていうかね、どう頑張って録音してもすっごいこのホワイトノイズがもう盛大に莫大に本当お祭り騒ぎ状態で、自分のこういう声をお話をしてる声を録音してそれを編集するという経験があんまりないんで、ね、どういう風にしていいのかっていうのきっとねあると思うんですけどね、なかなか難しくて分かんないからこうそのままになっちゃってるんですけど、まあ、このホワイトノイズがねどうにもなんなくてっていう感じで、まあもう放置状態、今度使ってみたいことがちょっとあるので、そのために実験というかテストしてみたいのがこのこのなんだっけ ATW1701-L っていうのがこのラベリアのマイク、ピンマイクがセットになってるってやつだと思うんですよね。でマイクが MT83CWB かっ、あ、アングル変えてちょっと見てもらいましょうかね。よいしょ。これが ATW1701-L のセット、でこれは違う、レコーダーはまた別ですけど、見てる人こうだよね、向きね。でこれがついてるラベリアマイクというかピンマイク MT830CWB、ね、これが、まあ、ついてるわけですよね。で今回はこれと、まあ、これが普通こうやって使うのと、これにマイクをどこ行った、今使ってるじゃん、このマイク、ロードのラベリアね、じゃない、箱ラベリア、どこ行った、まだ捨ててないと思ったけどな、あったこれですね、これね。でこれを使ってみたい。で音がどのぐらい違うのかっていうのと、まあホワイトノイズが軽減されるようなことがあり得るのかっていうね、ちょっと分かんないんですけど、私には、まあ、やってみたいですね。難しいな、こういうのはどうやって撮ったらいいんだろう。これでこのラベリア今私使っちゃってるんでなんですけども、で今はこのねタスカムの DR10C というやつですね。これは DR10C S に多分なるんだと思うんですけど、このゼンハイザー用のパネルがついたもの、 DR10C S だと思いますに、このロードのラベリアをつないで撮ってる状態ですね今ね。でこの、ラベリア、ロードのラベリアのをこの
オーディオテクニカのここね、これなんだっけ、広瀬の4ピンとかなんかちょっと調べた感じではそんな名称らしいですけど、これにつなぐためにはこのロードのこれはなんていうんだこれ、 MICON-4 マイクオン、マイコン、マイクオン、どっちだろう、スラッシュじゃない、ハイフン4ってやつをこれを使うとつながるんだと思うんですよね。これでラベリアをここにつないで両方音の違いをテストしてみたいと。でこのまあレコーダーの方のはどうやって撮るか、これがデュアルモノでいいの、これデュアルモノと書いてあると思う方で、こっちが真ん中です。音の大きさ的なつまみなんですだと思うんですけど、小さいと小さすぎるし、でかいとホワイトノイズマジっぱねえっていう感じなので、真ん中で今日やります。この辺も難しいんだろうな多分。であとこっちの設定はですね、レックモード、デュアルモノ、設定した音量のものと、そこからマイナス6デシベルの少し小さな音も一緒に録音してくれるモードでやります。インプットのセッティング、ゲインがハイにします。実はこれ昨日もね同じことをやってきたんですけど、ミドルでやったらすんごい小さくてどうにもならなかったので今日はハイでやってみます。でリミッターがモノ、ローカットが80で設定してあります。ちょっとわかんないけどこれでやってみます。ミューさんバッテリー大丈夫か。じゃあちょっと行ってきましょう。さあ着いた。うわ、今朝10時ぐらいなんですけどね、風もなくて。なんか鳥いるぞ。あれは何？爪か。ちょっと近くの川まで実験をしに来てみたんですけど、今圏央道を通る車が見える。トラック多いね。今はまだワイヤレスではなくてロードじゃない、タスカムの DR10C とロードのラベリアで、撮ってるんですけども、これからワイヤレスの方にマイクを切り替えてやってみたいなと思います。じゃあ早速もうやっていっちゃいましょう。また少し時間経つと風が出てきちゃうと思うんで、今オーディオテクニカの付属のピンマイクです。オーディオテクニカの付属のピンマイクです。どうでしょう、オーディオテクニカの付属のピンマイクです。で普通に今撮ってますけど、実は今さっきね録音を開始しようとしたら、あのレコーダーに SD カードが入ってないっていうね。あるこんなの。今後ろの方でね、河原でなんだろう、あれオカリナ何かをこう練習されてる年配の方が、練習なのかな、楽しんでるのかな、されてる方がいますけど、入ってるかなその音は。カタカナを見つけよう。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはジャムをつけましょう。スープはスプーンで飲みましょう。ゼリーは食後のお楽しみ。オーディオテクニカの付属のピンマイクです。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト。じゃあロードの方に変えます。はい、ロードのラベリアに今変えました。ロードのラベリアに変えました。どんな感じですかね、変わんないのかな、変わるのかな、変わったら嬉しいけどね。なんだっけさっきの、コップに牛乳、あ、コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト、じゃねえや。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはジャムを塗りましょう。食後の、じゃねえ、なんだっけ、
ゼリーは食後のお楽しみだよね。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト、オーディオテクニカのピンマイクです。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト、ロードのラベリアです。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト、オーディオテクニカのピンマイクです。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト、ロードのラベリアです。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト、オーディオテクニカのピンマイクです。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト、オーディオテクニカのピンマイクです。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト、ロードのラベリアです。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト、ロードのラベリアです。さあ、また今タスカムの DR10C に接続してワイヤレスじゃない状態ですねでお話ししてますけれども、まあ当然ワイヤレスではないこの状態が一番安定しててほしいけど、どうだろうな、わかんないですね。本当難しいよね、音って。あとちょっとね、今こういう川の音とか風の音とかそういう問題もあるので、今帰りがけに車の中でワイヤレスのテストもう一回してみたいと思います。それで編集というか、まあやってみてどんな違いがあるのかっていうのはちょっと楽しみですけどね。楽しみであり、ちゃんと撮れてんのか、こういうのって本当ね、ちゃんと撮れてんのかっていうのが本当一番不安ですよね。よいしょ。はい、今車の中です。車の中で、今はオーディオテクニカの付属のワイヤレスマイク、ピンマイクです。オーディオテクニカのピンマイクね。はい、これが今ロードのラベリアです。ロードのラベリアにマイクを交換しました。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト。コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト。少し小さめで、コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト。少し小さめで、コップに牛乳、お皿にサラダ、パンにはやっぱりネオソフト。いや、それにしてもいい天気だわ。今年の冬キャンプやってねえな。子供たちにすごい言われるんですけど、キャンプいつ行くの、キャンプ